確認どうすか。うん、結構しっかり輝いてきた。おお、見えてる。輝いてきた。うん、結構すぐかけたらしゃり輝いてきたわ。意外と普通なこと言ってるだけ。もしかして。おいしょ。美味しそう。でも食べちゃっていいですか。はい、食べちゃおうか。うわ、いいですか。ちょっとメインチャンネルの方ではね、できなかったんですけども、いよいよ本当に手巻き寿司やっていきましょう。やったー。自分の鯛が本当に美味しいかどうかで、ね、そう、そこだけはね、確かにサブちゃんといえどやっぱ動画には映、ね、しておかないと。まずもうやん、これの分量とか。誰の作品なの、これ。誰の、これは僕の出し物です。ここいい箸。もうみんな自由に取っちゃう。この分量間違えると偉いことだ。え、大将やってよ。やろうか。いいよ。いいですか。あー、やれやれよ。特製の彼は途中から来たから、ちょっとこだわりがまだないわけですね。ういっ。これですか、大将。そうそうそう、一番前から。いいですか。うん、始めます。うまいっすね。ちゃんと別にうまいっすね。甘くてちゃんとつまみ。うん、迷うな。太陽消さないぐらいの材料にしたいな、うん、え、そこ行く。いきなりこれやりすぎか。いや、まあいいんだろうけど、ちょっと子供の頃はね、本当にそれを楽しんだよね。タイ生かしたいな。いや、タイで一番いいんじゃないだけで行くか。タイと米だけでいきます。タイ一応にいただき、釣ったのもしかして。いただきます。いただきます。超えてくな、超えてくな。許して、許してくれ。釣ったとかやめてくれ。なんか、うん、いや、梅干し干し、うん、なんだ。俺、米津玄師なんだ。お前がなんだ。うん、まあ、鮮度的にはやっぱね、ちょっとむむっと思うとこありますけど、自分でっていう付加価値があるね、やっぱり。まあ、そうね。うまいよ。うん、うまい。手巻きってあんま、タイってイメージないの、もしかして。ない、マグロとかあんまないイメージだよね。だからリアクション取りづらい。うまいな、でも。よい。タイ自体はうまい。うまっ。え、うまいやん。うまいな。うん、ちょっと刺身で食うわ、俺。タイ刺身かもな。うん、そうだね。うん、単品で食うとかもあるもん。時間計算してね、なんか手巻きがちょうどいいかなと思ったんですよ、さばいた後に、うん、ただ逆に手巻きにちょうどいいさばく魚が売ってないっていう不足の時代。なるほどね。握りとろ敷いて、タイ見ちゃうな。うわ、贅沢。うまいね。このタイ美味しいですよ。マタイ？マタイですわ。タイを2枚置いちゃって、あ、これでかいな、でかいから取っとこう。米津くん、僕らのタイも食べてよ。僕ら、なんでタイにそんな思い入れがあるんだろう。めっちゃミスったわ。いただきますよ。あ、さばいたんだ。これ、これ本当にさ、綺麗に巻ききれないよね。久しぶりにやったからめっちゃミスったわ。絶対にしてもミスった。こうやってっちゃう。閉じるわ。こうやって渡す寿司ある。あるね。これウニが乗ってるやつね。そう、うまかった。写真撮っちゃったもん、さすがに。今度連れてくわ。頼むわ。娘も連れてきて。ああ、やだな、この手巻き寿司。最低。いや、うまいけど、タイ。ごめんごめんごめん、失礼しました。これでね、ちょっといいんだね。ちょっと練習しなくていい。え、ドヤ顔で寿司出してくる寿司屋行ったことある？あー、それはない。ない。ちゃんとなんか、普通にこれはないな。インスタとかいるよ。これインスタとかあるよ。本当に坊主の人で、マジでいるよね。ちょっとくださいね。いいですよ。ごめんなさい。して息を大事。ちゃんと合わせる。ここに年見てやった。合わせるよ、寿司に。あの寿司屋何なんだろう。多分有名店でもね。イケイケって感じよね。イケイケだね。そんなんあるんだ。今の俗に食べ物で遊んだってやつ。でも食ってるからいいか。今なぎりセーフ。普段と比べたら全然全然遊んでない。でも寿司屋ごっこ上がるよって言ってたよ。寿司屋ごっこ、その元ネタ知っててほしかったって。普通にちゃんとした寿司屋ってこと。うん、おそらく美味しいところ。おそらく美味しいと思うけどな。東京、福岡、わからんけど。
応そこに今度行って都心と写真と比べてくる。え、でも常にそれなのかな。そのためだけ撮らせてくださいって言ったらやってくれるみたいな、パフォーマンスだもん。普段さ、普段はって言って撮っていいですかって言うとこれなると思う。で、私も毎回これやってたらやばいよな。いや、大岩手みたいな文字かもしれないからね。うわーい指だって。うわうわ、ちょっと僕はそば食べてきちゃったもんですよね。あら、とじさん、普通にタコを一貫握ってくれませんか。あ、俺に行きます。あ、じゃちょっと手洗ってきます、ちゃんと。ガチ寿司や。握ってくれるんだ、なんか。噛んでほしいな。うまっ。うん、いやうわ、ちょっと腹いっぺーちゃう。ひろかな、もうシャリ握りちょっと修行してな。よっしゃい、お願いします。めちゃめちゃ、ね、ちゃんちゃんで有名だからさ。こんなことある？お暴れるね。こんなことある？もうめちゃめちゃやん。触んな、そんな寿司。にぎにぎだよ。空気うめぇ。捨てた。ネタ乗せてからシャリ捨てることある？マジでむずいな、これ。いや、これぐらいできるよな、とさ。星光も YouTuber としては部下に負けてらんないよ。部下が寿司職人になれ損ねたんだよ。綺麗に。いい道だったと思ったんだけどな。どこ行っちゃったんだろうね。赤酢は？おぉ、バーグだ。出た。やばい顔。あ、やばい顔、ね、シャリ柔らかくて吹きすぎだな、今日。半端ねえわ。へ寿司以来の寿司。このサムネ欲しいけどな。ちょっとサムネ用に1個作るじゃん。麺焦点外れてるやん。まっすぐ見立てたやん、客客見ろよ。美味しいです。うまいっすか？うん、よかった。やりますね。これシャリがちょっと、もうちょっといいことじゃんね、炊きたてで。エイオジ怖っ、その家。サーモンとイクラ同時に食うのって結構エグいよ、エグいよ、ね。親子丼だね。親子丼ってエグいな。え、残虐だな。相当なやつが考えたんだろうな。徹夜ぐらい残虐だよ。俺ともなれば親子3代いっちゃうから。お醤油もらっていいですか。豪華だね。お、お醤油を。ありがとうございます。しばゆラインナップ下手そう。なんか下手じゃない。いやんなぁ。卵だけ巻くなぁ、お前。俺も得意ではないから下手なんだよな、ビュッフェとかも。ビュッフェとかでもさ、こう取りに行くやん。ちょっとさ、席に戻ったら友達がいるわけやん。でそれの友達の目を意識してさ、すごいおしゃれにさ、サラダとかもいい感じに盛り付けてさ、帰りやん。でサラダいらねえやんな。意外と好きなのが食べられないっていう。ビュッフェサラダやん。ビュッフェマジで久しくないな。もうないよね、コロナの系で。コロナ関係あるのか。なんかやっぱり取り取っちゃうから。ああ、そういうことか。それで前からでもなくない？嘘、行かなくなったなね。え、うん、ビュッフェ、てつや大阪の時一緒行ったよね。大阪のビュッフェどうだっけ。ユーフェスゲームの大阪めっちゃ前。3年ぐらい前。めっちゃ前だな、映像しかいるやつ。でもだからそう、いつもビュッフェやん、なんかうわ、いいなって思う。好きなだけ取って帰って友達のやつも行って、うわ、俺のやつゴミみたいなプレートだ。うめぇうめぇうめぇ、ゴミみたいなプレートうめぇうめぇってね。俺がやつってやつうめぇな。ウインナー10本うめぇな。なんかジェネワン時代とかダークホテル泊まってさ、うん、たまにさ、その朝食バイキングがありますみたいなのがあるじゃん。でちょっとまあ言ったらあれだけど、あんまりね、よくないバイキングじゃん。うん、高級ホテルとかではないからね。てつやがパンをめっちゃ食ってるイメージなんだよ。パンめっちゃ食ったもんね。あー、ホテルでパンもらい尽くしちゃうよ。いいところパンめっちゃうまいけどね。うまいね。手もけ寿司も意外とだから親戚のみんなと食うやん。うわっ、出たイカ。いや、この自分の渋い道はいつ手もけ寿司食べるの。いやー、ねね、食べた覚えはあるんだけどね。あ、でも家族だけとかが。家族何かしらの親戚いないからね、俺んち。でもいるはずなんだけど。いないもんね。ドラゴンボールみたいだよね、知らない。探したいもん、もう。高校の頃にいとこって何って言ってたから、ね、何か分からない。高すぎる。概念は知らないっていう。いるらしいけどね。でもいるんだよ。ちゃんと会ったことがなかった。いるんだよ。そう、
ワンちゃんなんか取りにくい話の可能性あるよ。え、全然どっこい生きてた。どっこい、めちゃくちゃ葬式であったけど、どっこい生きてた。どっこい生きてた。葬式とかで会うとね、え、お前、俺のいとこ、みたいな、ハトコみたいな人いるよね。ハトコはいる。お前誰ってやついるの。おじさんとか初めて会ったの、お母さんの。あジンっていう。へぇそれ。おじさん会ったことないことある。会ったことなかったんだよね。すごっ。く俺のおじさん全員おるんだよね、ちょ、見えたの。喋り方とか。おもろ。芝居が息子を直樹に一回も会わせなかったってことでしょ。そうだね。関係的にはそういうこと合わせるもんな。俺が子供を一生吉原に会わせないと。直樹はもうおじさんなんだじゃん。先輩じゃん、もう。大きな後輩、みんな。うん、うわ、あぁ、いいチャンス、チャンス。もう一枚使えるから、もう、もう一回、もうやってもいいよ。寿司屋、寿司屋チャンス。乗せたいだけ。乗せたいだけ乗せて、最後に閉じる。あ、そうか。最後に閉じて、どうぞ、っていう。全部いっちゃえば、全部。全乗せ、全乗せしよう。いや、これ消費しないとね、もったいないから。そうそう、消費しないとね。意外とみんなもう食ってほしくたまんないから。見てよ、エビ、だいぶ食べてないから。甘いビッグマンだったらまんま食った方がいいね。まんまならいけるな。あ、いいね。手巻きでこれむずいよね。迷い橋、迷い橋さんの方。漏れ出たくないよ。うわぁ、カウンターだったらね、ギリ。まずそう。ここの米がいいな。見せてあげて。ここの米粒がいい、これ。ちゃんと取れよっていう。まずそうな要素しかね。ここね。あ、年にサムネ撮った。あ、撮ってないな。やってるよ、カメラに向かってやってる。いや、もうちょっと足した方がいいね。米20でか、寿司普通に握れば。寿司握りサブ、あの、あれはあるのよ。いや、手巻き寿司のサブちゃんっていうの。あの、昔になったじゃん。あー、そう、でもあれ再生回数すごいからね。なんかあれすごいよね。じゃあこれもちょっと狙うか。あれ買いたい。手巻きもあるよ。狙うぜ。じゃあちょっといいよ、寿司屋さん、手巻き寿司っていうの。バズりは前にかかってなくはないじゃん。たまに一品ぐらいありそうじゃん、うん、途中で、うん、なんか手巻き行ったことないかも、うん、ないな。サーモン絶対ないよね。そしてサーモンはないね、うん、確かにないか。サーモンマジでないんだよな。邪道、邪道なんだ。安いんだろうね、多分。なんかどうなんだろう。他の件マジでなんでないんだろうね。気になるよね。カウンター行ってサーモンできたことないもん、まだ。邪道感あるよね、うん、サーモン、うん、マシーと思わないけどね。思わんぞ。そして回転寿司では全然いいけど、うん、負けねえだろっていう。でじゃあこれじゃあもうちょっと持ってもいいかもしれない。ネタをいくら上に乗っけちゃう。じゃあちょっとこの辺ネギトロとかイカを。イカ色悪る。これ手巻き寿司用の海苔なの。おそらく、うん、あ、そう。へえ、パイもしちゃうから。あ、なんかこんなおしゃれなやつじゃん、これ。こんなおしゃれの。これは巻き方違いじゃない。巻きやすいサイズ。これ推奨じゃない。本当に本当に。でも僕もそう、この巻き方するよなと思ってたけどさ、この大きさだとすっごいちっちゃいみたいな。うん、なんか家庭だとさ、この縦巻きじゃない、うん、ね、うん、これと確かじゃん。あ、いい、うん、あ、いいいいいい、ちょっと言いますね。豪華や。ちらし寿司みたいな。じゃあサムネでお願いします。どんどん。はい、カウンターの人グッ、ハゲとこ。 OK っす。すごいな、顔が。みんなで寿司食いこうぜ。いやだ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 。全然行っちゃうな俺。寿司はなんか別にどんだけでも食えるよ。特命行っちゃう。特命出た。俺大好き。やたらともしてるよ。特命行ったことないんだけど、多分行ったかもしれないけど記憶に残ってない。夢丸が美味しすぎて俺この前桜木の会で行ったもん。あ、本当に。まだ行けてない。本当普通だけど。あそこの特命真っ暗じゃない。あ、途中営業終わってんだよね。10時から14時まで。特命の特徴は。特徴か。確かに。あ、シャリがね、選べる。ちっちゃくできる、ちょっと普通のやつ。あと、その時期によってね、季節のおすすめの寿司とか。いや、大体あるわ。なるほど。トロテッカがうまいね。あ、トロテッカ。今丸が特兵衛めっちゃ押し出してからさ、めっちゃテレビ CM 行ってもらえない。本当に。特兵衛って全国チェーンだよ。いや、東海圏だけなの。東海チェーン。わかんない、わかんない。夢丸の影響で、うん、特命いいよ。うまいよ。よかったよ。
スシロー派だけど、どしみつがスシローすぎるからな。関係ないだろ、別に。ちょっとなんか自分の推し見つけたいのか。店舗持つ。でもやっぱスシロー行くって話の時の顔はだいぶ違う。ずるく。OK です。結構言われたもん、帰りの車で。スシロー見てぇな。最初の時に言われた。スシローだったら言われたらさ、うん、おーいいねって言うけど、特兵だったら一回、ん特兵って聞いちゃう。あー、わからんけどね。ワンクッション入っちゃう。わかる、それ。でも、特兵行きてぇな。トトマルと何が違うんですかってやっぱ分からしてほしい。そのトトマルと、あーなるほどね、うん、トトマル美味しいよね。はい、トトマル、コータントトマルめっちゃうまい。コータントトマルが一番回転しながら一番うまい、あの24パズイの、うん、そうそうそう、あのコータ駅に近かったの、うん、そうそうそう、うんうん、あ、そうなんだ、うん、あそこ本当うまいね。なんで高いんだよ。高いかな、ちょっと高いな。でもなんかその100円じゃない、ウィングタウンのトトマルと全然違う。リオンの中とか値段は全然違う、うん、本当に違う。特兵か。一番飛んだで。信じられんぐらいだもんね。今年？スルーしようか迷ったけど。俺？三ランぐらいなんだよ。マジごめん、それは。死だった。死だった。食いました。嘘。もうちょっと食べれるけどね、これ。すごいね。タイ、パン残しだけどね。タイ、売れてないね。いや、タイね、あんま合わない感はあるね。ちょっとこれ、刺身で食わせるね。夕方のタイの中も黒くなっとるもん。手巻き寿司にタイ入ってるイメージないな。噛み切れないのね。硬いかね。硬いし味もね、美味しいでしょ。うわぁ、プレッシャーすご。言わざるを得ないやつだ。企画でやったもんね。釣ってさばいた魚と、買った魚どっちがうまいか。買った方がめちゃめちゃうまいからな。信じられないぐらい。それはプロが料理したのと、素人が料理したのの違いで。ちょっと愛が出にくいもんな。さばいたという愛だけでカモフラージュできるものではないかもしれない。はあ、結構お腹いっぱい。骨入ってる。え？骨入ってる、これ。骨？入ってる。かな。ちゃんと取ったけどな、俺。クエムは。歯石みたいな骨が。じゃあ歯石じゃないそれ。俺の歯石が取るな。あんたいっぱい食べる、吐きえない。魚だからそれあるだろうな。うん、鱗だ。うん、そう、鱗ね、よくあるよね。ついちゃってるから。回転寿司でもあるよね。今日鼻毛一本だけ出してきたの、綺麗。そう、うん、巻く、綺麗に一本だけ巻くか、見せて見せて。漫画見てな、鼻毛出してきたでしょ。すごい、抜いていい。恥ずかしくなってきたもん。抜いていい。そろそろいい。え、そろそろ鼻毛出てんのか。まこまこめっちゃ反対抜けるやん。痛くな。もう多分半分浮遊してたわこれ。びっくりっつって。寿司場だけしょっちゅう鼻毛って何なんだろうね。そんな俺たちもなんか確かに自分が入れてケアしてるわけじゃないのに、うん、おならとかは気合で出してるっていうかわざと出してるけどさ、鼻毛は違うもんね。嘘、オッケー。そんなことはねえだろ。え、じゃ出してんの。え、出してんの。鼻毛出そうと思って出してんの。違う、おならは普通にしてるだろ、これ。ああ、そっちね。まあ、どっちも天然なんだ、やっぱ。天然だけど、こっちは分からないよね、鼻毛の。鼻毛何なんだろうね。鼻毛すごい生えるよね。めっちゃ長い時あるもんね。信じられない。しかも出しっぱなしに気にしないもんね。不思議。家にホコリが多いとか、そういうのだと思う。だったら家にいる他の人もさ、鼻毛が長いはずなんだよ。そうだね。あんま言われないもんね、鼻毛出てるよ。鼻毛出てるの、ほんと二人ここだけなんだよね。鼻毛出てる。出方に品がないもん、バサって。環境への適性が強いんじゃない。まあ、そういうことも、ね、大気汚染に強いやつ。まあ、そういうことでもあるのかもね。いずれ来るね、地殻大変動。家庭でさ、花粉のアピールするのが二人じゃん。ああ確かに。嘘、はい、防御が硬いのか。ガフの弱いからなってんじゃねえの。やばい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 って。でどんどん増えちゃったと。毎シーズンちゃんと花粉の注射打ってたら鼻毛が短くなってくる。わざわざ確かに鼻にしまわないもんな、うん、しまうっていうことをしてないんだ。鼻にしまうのめんだよ。しまってないんです。うん、出ない。真っ黒コスケみたいな足が出てるもんね。そこは、ね、取った。束で抜いてみてよ。ゴッソまだやったことないんだよね。はい、そう、あれ
怖くない？あ、血出るよ、うん、なんか鼻ひっくり返るんじゃないかって思うね、中身が怖いよね、あれ良くないよね、あれこれ絶対良くないよね風邪ひくんでしょ、あれやると。まあ単純に防御壁長いもんね。ちょっと興味あるんだよな、この鼻毛力を考えると。見たいだけじゃない、抜けた後いいの抜けるんじゃないかな。いや、見たいだもいいよやったら、この、ここからグワーッ絶対哲也のフリオ君の中にちょっとふざけられて、あっちっていう熱いんだ。あれ、溶かして入れて固まってベンチンだっけ。ブラジリアンワックスと同じだっけ。まあ、仕組みが一緒だ。こんな感じやつ。あれの鼻毛版がゴッソっていう商品名、うん、ちょっとお腹いっぱいですわ。おぉ、いいかもしれないな。あ、十分っすわ。手巻き寿司あるある。次の日ね、炒められて出てくる。確かに実家でめっちゃ見たことあるわ、この、うん、この皿。確かにこのね、メインだけ消えてくるなんだよね。まあ、その辺もちょっと、ね、殴らんとか殴らんだよ、あんまり。こいつら、こいつらっていつもここに最後までいてくれるよな。うん、キュウリね。お疲れ様でした。どうぞ、どうぞ。